どうも、天使向井です。はい、えー、このチャンネルはアニメの感想やゲーム実況やあオタクあるあるなんて動画を上げております。えー、今からアニメの感想喋りますけれども気に入っていただけたらチャンネル登録、高評価お願いします。えー、感想などはコメントに書いていただけたらすべて目を通させていただきます。はい、もう一本、第6話だよっていうことで、はい、もう一本第6話見させていただきました。やっぱり、あのー、まあ、前は前はほんと丁寧に えー、女子高生の心情をしっかり描かれているし当然柔道っていうなかなか動きのあるこのところをしっかりと描くっていうのがうーんまあ当然、えー、柔道漫画ですしやらなきゃいけないんですけどもそこを、えー、きっちり丁寧に描いてるっていうことがまずもうほんと何よりも高評価をあ僕ももうめちゃくちゃグッドボタンを押したいなって。 んにゃーって押したいっていう感じはまずあります。はい。で、まあ今回は、えぇ、ー、なえー、決意する回でしたね。前回第5話が、まあ、あの、ロープに登ったところで終わっているので、非常に、えー、第6話が変な感じからスタートしてる。えー、どこから始まってんねんみたいなところもあったんですけれども、でもやっぱり、なぐもアンナという、この一人の人間が、 覚悟を決めてそしてその覚悟に対して全員が本当に、えー、しっかりとその覚悟に応えるというめちゃくちゃいい感じでも泣いちゃった <laughs> ほんと泣いちゃったこれはあの何、ー、だろうね何言ってるんでしょうねうんそのまあとわがそのね南雲のまあ 剣道部やめるって言ったらどうするのくだりとかも聞いててまあしっかりそれでもあの喋って南雲と喋るそして喋るために柔道着着てたあの柔道着を着てたとこがいいんですよ、えー、どうしても南雲んなに伝えたい気持ちがある思いがある、えー、ということであれを柔道着を着てしっかりとまあまあそのねカツサンドを買うっていうのもあったのかもしれないでも僕はあやっぱり南雲に 思いを伝えたいっていうのが勝ったんじゃないかなと勝手にね勝手にねー本来はどうかわかんないけどめちゃくちゃ思いましたしうんでえまあ正直ねそのめちゃくちゃなぐもとあの未知のねなぐもまあなぐもでいいのかなぐもちゃんとえー未知の お風呂バネの会話とかもうほんまぐっと来ると言いますか、ね、本当にやっぱねその尊いんですよねこれ別にそういう意味じゃないの、本当にそういう意味じゃなくてですあの2人の関係がめちゃくちゃいいのようん、まあ、やっぱ道がしっかりとまっすぐあそこでもうあんだけ頑張ったんだからやりなよじゃなくてあんだけ頑張ったことを やめるぐらい他に最もっと夢中なものがあるんだろうって言える未知の本当のまあしっかりとした人間を垂らしてくるというかねあんな言われたら好きになります未知のことを本当にうーんと思っちゃったりして、うん、ですごくあれがやっぱ にととっって決定だだたんだろうなというないかあのもう写真とか見てるところとかもうたまんなかったですもんね可愛い,いというか2人が本当に最高の友達なんだというのがもう伝わってくるじゃないですかずっとそしてまあ、えー、覚悟を決めたそしてその覚悟を決めて柔道部にいて、えー、未知に対してはっきりと思いを伝える園田と部活したいってこの園田と部活したいっていうことをちゃんと言える。 今までずっと隠してたと思うしその腐れみたいな「友達として」っていう言葉もなかなか言い出せなかった性格ではないかと僕は思うんですけどそんなね南雲ちゃんがしっかりと後悔したくないからえー、きっとあんな道だからあここからバラバラになるだろうとこの高校3年間ということをもっと一緒にいたいって言ってえー、一緒に。 部活をやりたいということを言うってことはやっぱりなんだろうな本当のしっかりとした気持ちが乗っている行動そしてそれが言葉にできているそれを本当に応援してくれるさな、えー、ちゃんもいてとわもいてっていうのが僕はもうすっごく、えー、よかったなと最後敬礼してねそのずっと敬礼っていうのが二人の間での 合図と言いますかっていうのもあるじゃないですか。僕はね、やっぱそういうのがもうグッと苦しいそして、まあしっかりと中雲ちゃんがもう柔道をやるからにはということで、そこは、あの剣道部への手紙も良かったな。剣道部への手紙が良くなかったですか。めちゃくちゃ良かった、そこが。全員手書きで書いてるんじゃないですか。ああいうところの丁寧さというか、本当に嫌いでやめるんじゃないよっていうことを、 態度で示せるっていう僕は、なぐもちゃん好きだな、なぐもちゃん好きだな、なぐもちゃん、みたいな娘が欲しいな、うーん、結婚しなきゃ、養子は無理か、はい、とか思っちゃったりするぐらい、あのシーンも良かったなと思いましたね、その、 いやー、ちょっとね、ぐっときましたね。まあ、そして、ここから、え、近周期、まあ、大会に向けて、え、戦っていく。まあ、長もちゃんもね、当然、運動神経がいいので、バシ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 、どんどん鍛えられていいって、上手くなっていくんでしょうけれど。そして、もう一人、誰か一人を呼ばないと、5人ではできないということで、え、ここでコンビニのシーンが入り、え、もう一人入ってくるというようなところだったわけですけれども、うん、今回本当に非常に丁寧に、やっぱ気持ちを、うーん、 剣道部から柔道部に変わるっていうあの気持ちをしっかり素直にまっすぐ描ききるっていうのは本当にすごいなと思いましたねうんであとあの個人的にはなんかあの南雲ちゃんと未知の僕関係性も大好きで大好物なんですけど誕生日がなんか調べたら1日違いなんですね2月25日と2月26日なんですよこの辺も実はすごくいいですよすごくいいですよよいよいよいいいいいい あのー、合同で誕生日とかしてますよねしてますよねそれなんですそういうのがいいんですちなみに僕2月27日なんで3人で合同で誕生日どうですかどうですかって何どうですかって何いやでも本当にグッとくる、えー、非常に僕的には胸厚な展開の第6話だったです素晴らしかったはい ということで、えー、気に入っていただけたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。えー、感想はコメントなど書いていただけたらなぁなんて思っております。ということで、以上、天使むえでした。ありがとうございました。ああ、よかった。